皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。明日3月3日、全国的にひな祭りの日なんですけれど、静岡県では公立高校の入試の日です。3月3日は学力検査テストが行われます。受験生の皆さん、朝食はしっかり食べていきましょう。朝食を抜くとエネルギー不足で脳が働きません。ですから必ず朝食は食べていってください。それから緊張するね、わかります、緊張する、緊張したら深呼吸をしてください。深呼吸をすると心が落ち着きます。目をつぶって深呼吸するとさらに落ち着きます。それからテストを解くとき、テストはできる問題から解いていってください。順番に解いていって難しい問題に当たった、そこで時間を使ってしまわないように、考えてわからなかったら次へ進んでわかる問題、これをどん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 解いていきましょう。そうすると最後にもう一度戻ったとき、意外とその難しかった問題解けたりするときもありますよね。入試の合計点で合格不合格が決まるので、できる問題をたくさん解いて点数を取ると、これが大切です。それから休憩時間なんかに脳のエネルギー不足、これを補うためにチョコレートなんか持っていくといいと思います。それから当日でみんな周りを見るとすごいできそう、自分は自信がない、いやいや、みんな条件は同じです、ね、みんな不安なんですよ、条件は同じです。ですから自信を持ってベストを尽くしましょう、ね、条件はみんな同じ、みんな不安なんですよ。ですからベストを尽くす、これにつきます。やるだけのことをやると、ベストを尽くしてとにかく合格を勝ち取りましょう。さあ明日入試頑張れ受験生。